JHCC クラスの予選ラウンドに移ります。第1ヒート、それではスタートいたします。さあ一斉にスタート。おっと1台場外、全選手国内選手のみですね、固まっております。トップは川崎、5番小泉選手、2番手川崎、1番大小平選手。さあ小泉選手はね、昨日の地元カップファイナルでも大活躍した選手。さあその小泉選手は本年度ツインメッセ静岡大会 JCC クラスで第3位代表権獲得した選手。2番手にすぐ後ろ大小平選手が来た。トップ争いを現在バックセンターから1コーナートップ小泉選手、2番手小泉選手、3番田村選手。時間は残り50秒です。トップ変わった川崎、1番大小平選手前に出た。フロントがホワイト、リアがピンク色のカラーリング。総時代に向かって左から2番目の選手ですね。さあその大小平選手は本年のツインメッセ静岡大会第2位で代表権獲得。さあその大小平選手のマシンはですね、日産の 350Z のボディですね。白とピンクで、ね、オリジナルカラーにペイントされたマシンを使用しました。走行時間残り5秒を切っています。